東京運輸支局本庁舎東京運輸支局は国土交通省の地方支分部局である運輸支局の一つ。関東運輸局の業務のうち東京都における陸事・海事部門の業務を担当する。陸運部門は品川区の本庁舎と4カ所の出先機関を持つ。海事部門は大見庁舎で扱う。ナンバープレートの制度開始当初は東京は首都であることから、 地名を表す漢字は付されず数字のみであった。東京運輸支局管内では2014年11月17日より、世田谷、杉並の2つのご当地ナンバーが交付開始され、2020年5月には江東、葛飾、板橋の3つのご当地ナンバーが交付開始予定である。ご当地ナンバーには県庁所在地の地名が使用されることが多いが、 ご当地ナンバーの導入要件として、対象地域内の登録自動車数が10万台を超えていることがあり、都庁所在地である新宿区はこの条件を満たさないため、新宿ナンバーは導入されていない。新宿区は、世田谷区や杉並区と異なり住宅地ではなく、両区ほど人口が多くないこと、都心であるためマイカー保有率が低いことが理由となっている。また、町田市では、 多摩地域で初のご当地ナンバーとして町田ナンバーの導入を検討していたが市民の理解が得られなかったことなどを踏まえて申請には至らず導入が見送られた。大見庁舎では以下の都県の開示業務を担当している。ありがとうございます。